今回は、カバーオールの紹介をしていきたいと思います。カバーオールの動画は2本ぐらい上がってて、両方ともペイデイの紹介をしたと思うんですけども、今回はこちら、スミスの、カバーオールですね。はい。これは少しサイズが大きくて44ぐらいだと思いますね。はい。でちょっとここに、シミがあります。はい。で、これは、だいぶ後の方に買って、もう、棚数がなくなってきた時に、もうほんとペイデイなんか見なくなっちゃって、古着屋さん行っても。で、サイズもなくて。で、プラッと行った古着屋さんで、多分ね、シーハルっていう名前だと思ったんですよね。行った時に、一着、結構いい状態で。で、1万円ちょっとぐらいで売ってたんで、購入しました。で、サイズが、まあちょっと大きいんですけど、まあ、42のペイデイとそんなに変わらない感じだったのと、あと、ちょっと色がね、こっちの方が薄いんですよ。なので、着分けできるかなってこと。で、あと、こう、ペイデイのは、こっちのポケットね、上から物入んないんですけど、これだけ撮影して気づいたんだけど、横からは入るんですけどね、こういう風に。これはね、上から物が入るんですよ。で、私、当時、タバコ吸ってたんで、結構、この内ポケットして、ペイデイの時は下に入れてるんですけど、こっちに入れたいなと思ってて、あ、これちょうどいいやと思って、これを買って、してましたね。で、もちろん、内ポケットあります。はい。この辺がカバーオール、ほんと、いいですよね。うん。これもほんと、作りがしっかりしてて、いいなと思ったんですけど、ほぼほぼ着てませんね。ちょっとね、やっぱりね、ちょっとなんです、大きいので、ちょっと袖、こう、長いんですよね。こう。なので、パッと取って着るっていうと、やっぱりペイデイの方になっちゃいますね。うん。ただこれも、あとね、こう、わかりましたね、音。なんかね、ボタンがうるさい。なんか、ボタンが鳴るんですよね。この、特にこっち。なんかこれカチャ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 ってうるさいんですよね。これ買ってから気づいたんですけど、なんか入って、なんか入ってるかなんかカタカタ言うんですよね。なので、このボタン、ちょっとボタンはね、こんな感じなんですよ。よいしょ。あとね、ボタンがこう、金、スミスって書いてあるんですけど、閉じた時に、まあ閉じなくてもいいんですけど、こうに、この、ガランダン出た時に、茶色い銅のやつよりも、なんかこっちの方がキラキラしてて、なんかこう、ワンポイントで綺麗だったんですよね。飾ってるの、ディスプレイしてあるのを見て、あ、金ボタンいいなぁと思って。で、まぁ、このちょっとね、この辺シミ、ブリーチ跡だと思うんですけど、あったんですけど、まあ、このぐらいだったら全然許容範囲だなと思って、当時買いましたね、はい。でも、こう、共通してるのはやっぱりこうトリプルステッチ、3本ラインでどのメーカーもね、はい。ここにタグらしきものがあったんですけど、それはないですかね。はい、うん、本当にだから古いものだと思うんですけど、本当にカバーオールは状態がいいものが多いですよね。もちろんボロボロのやつもありますけども、この98年だったかな、98年、9年ぐらいで買ってますね。はい。状態が非常にいいですね。これは一番着なかったかな。で、カバーオールは、なんか一回、欲しいっていう人がいて、いろいろヴィンテージのものとかね、売ったり、あと知り合いの人がお店出したりして、委託で売ったりしてたんですけど、カバーオールだけはなんかね、あんまり人気なくて売れなかったですね。うん。今はどうなんですかね、カバーオールあんまり人気ないんですかね。うん。またいずれまた人気が来たらね、いいなと個人的には思っております。はい。じゃあ、ヴィンテージなんで概要欄の方にリンクちょっと貼れないですけども、はい、ご興味のある方がいたらね、探してみてはいかがでしょうか。はい。よかったらね、チャンネル登録とグッドボタンの方、モチベーションアップのためによろしくお願いいたします。はい。あと、Twitter、Instagram、それから Facebook 各 SNS やっておりますので、概要欄の方にね、リンク貼っておきますので、お気軽にフォローください。はい。今回は、スミスの、カバーオールのね、動画のお話でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。